でかーい。でかーい。というわけで冬の1日目が始まりました。うわー、家でっかくなったな。なんだこりゃ。これなんだこれ。なんか変なの置いてあるけど。わあ、すごい。ああ、すごいすごいすごい。何これ。うわあ。ベッド、あれ子供部屋なのかな、ひょっとして。気が早いね。すげえ。奥さんどうですか、家大きくなりましたよ。冬って休むにはいい時期だと思うの。あなたは長い間お仕事を頑張ったからね。あ、家のことはとりあえず触れないで。あれなんだね。よし、天気予報は、明日は数センチの積雪。そうか、もう冬だな。占いは苛立っている。自然と暮らうーん自然と暮らすそう。みんな今日は私からアドバイスがある。子供を受ける気が子供を儲ける気があるなら必ず子供部屋を用意しておこう。赤ちゃんにはベビーベッドが必要だからね。あ、子供ができるかもしれないのかな。え、二人の本当？あ、冷蔵庫のサイズ変わらないのか。お、なんか、あ、火つけたり消したりできるんだね。そうか。冷蔵庫のサイズ変わらないのちょっと残念だな。やった、家大きくなった。嬉しいな。で、取れるものは何もなくなったね。はい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 。あがはーい。水あげてと。とりあえず出ておいで。あれ、冬はひょっとして出てこないのかな。出てこないのかもしんないな。これヒーター大丈夫かな。あったかいかな。なんかもうちょっとあったかくないような気がするんだけどな。もう一個買っとこうか。鶏小屋には最低でももう一個あった方がいいような気がするよね。じゃあ冬はトリュフ取れないのかな、出てこないってことは。そういうことなのかもしれないな。ではお手紙拝見。海外で覚えたレシピだ。よかったら作ってみてくれ。何か礼がしたくてな。いつも俺によくしてくれてありがとう、ケントより。あ、何にもないぞ。どうした、ケント、入れ忘れたのか。トラウマのせいで何かあったかな。とりあえずヒーター買いに行こうか。あ、ちょっと待って、ここ砂金ポイントじゃない。あ、なんかやった。同行石取れた。ここでもあるな。じゃあいろんなところであるね。でもね、同行石はちょっとあれなんだけどな。期待してたよりもしょうもないものが取れちゃって、ちょっと本当にがっかりしている私がいますが。あ、おい、商売してくれ、ヒーターをくれ。とりあえずスケジュールは、あ、今日クロパスの誕生日だって。クロパスってあいつだ、地下にいるやつだ。仕事の後にいただくためのクワイを探しています、ピエール。クワイか、ちょうど必要なんだけどな、クワイ。おっと、なんか始まったぞ。どうした、私のやり方にいちいち口出さないでよ。すげえ怒ってる、キャロラインが。ちょっといい加減にしなさい。学校を卒業するまで養ってあげてるのに少しくらい感謝しなさい。あー、その言い方はあんまり良くない言い方なんじゃないかな。ゴニョゴニョゴニョ、後ろめたい気持ちにさせようたってそうは言わないから。パパとママには感謝してるけど、だからって親が決めた服を着なきゃいけないなんておかしいでしょ。そういうところで喧嘩してたの。あ、そう、どういう服着て欲しかったんだろうね。私だってもう子供じゃないんだよ、ママ。この服が気に入らなかったのかな。まあ、暗い服装だけど悪くはないんじゃないの。あなたの言う通り、ごめんね。あ、良くなったね。お、
ちょっと誰かいるの。すげえびっくりしてる。やばいやばい、バレた。逃げろ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 。危ねえ、バレてなかった、よかった。この家間違いなく幽霊がついてるよね。バレなかった、危ないところだった。寒いからあんまり外出たくないかなと言いながら出ていく。あ、奥さん買い物ですか。大丈夫よ、私のお金を使ってるから。いや、いいんだよいいんだよ、払うのに。あー、やっぱ冬のはないんだ。そっか。今のはどっちのイベントだったのかな。キャロラインかな、それともアビゲイルかな。アビーがもう少し部屋の外で出てくれればいいんだけど、さっき出てきましたよ。あんまり見てないのかな。大切なくわいだぞ、おれ。見た感じ完璧そう。これは手間をかけてくれたお礼。よし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 。誕生日だってな、珍しいもん持ってきたぞ。はい、サボテンフルーツ。誕生日プレゼントってありがとう。しゃべれるのかーい。しゃべれるの。ボイドエッグ売ってる。5000円なのか。スタードロップ2万円だって。あいつ喋れんだな。プレゼントあげられるってことは仲良くなれるってことなのかな。なんかいいことあんのかね、仲良くなると。奥さん、お動き出した奥さんが。あー、ダメか。ほ寝ますよ。今日も寝ますか。はい、おやすみなさい。さて、2年目冬の2日目が始まりました。今日も元気にやってまいりましょう。まずテレビもここにあるの邪魔な気がするよね。なんかね、階段の横だからどうなんだろうな。天気予報は明日は積雪。明日も積雪か。苛立っていると。妻、これから町へ行かなきゃ。行ってらっしゃい。ちょっとなんかいろいろ移動したいな。こことか。あ、なんだこれ。あ、窓が取れる。窓が取れちゃうのか。こことかなんかいろいろ置いてても良さそうだもんね。ちょっと余裕があったら移動させましょうか。お手紙拝見。海外で覚えたレシピだ。よかったら作ってみてくれ。何か礼がしたくてな。いつも俺によくしてくれてありがとう。ケントより。バスのサクサク揚げ。またレシピがない。はあ、ケント、ケント、お前。炭素の中に入ってたんだがあんたが使いそうだから送っとくよ。パンプエネルギードリンク、これをもらえるんだよね。覚えてんのかな、バスのサクサク揚げとか。多分覚えてないと思うんだよな。なんか覚えたって出るもんね。頼もう。今日もやってないの。冬は休みなのかな。いや、そういう話がしたいんじゃなくて、10時からなのかな。お、移動してきた。さあ売ってくれ。通り過ぎていく。頼もう。武器をくれい。このマグマと25,000。25,000か。さあギリギリの高さだな。55から64ダメージ。防御3。黒曜石の剣は？あ、絶対強いじゃん。絶対買おう。
しばらくお金も使わないからこれで買っちゃおう。よし、マグマ島です。ダラララーン。じゃあこれもう売っちゃっていいな。すごい簡単に売るな。よーし、これであの洞窟ももうちょちょいのホイじゃない？ちょちょいのホイでしょう。へいへい、ちょっと頼み事があるんだ。なんだ？ヘイリーを見たら俺は忙しいって言ってくれ。え、どういうこと？頼んだぜ。なんだ？ヘイリーとなんかあんのか？ヘイリー、いた。おい、アレックス忙しいらしいぞ。牧場で何か面白いことあった？ん？なんだよなんだこのイベントのまるで起こらない感じは。なんだ。よし、なんか料理作ろう。いえ、くら夜だと。パン、小麦粉からパンできるな。何作ろうかね。なんか簡単な、砂糖を使うけどめんどくさいのは砂糖ぐらいの何かが作れればいいけどな。小麦粉、卵、砂糖でチョコレートケーキ。ああ、なるほど。これ悪くないね。おお、なんか実績解除した。コック、なんだろうコックって。これだ、10種類の料理を作る。なるほどね。シェフは25種類。あ、全然料理作ってないんだね。よし、こんだけあれば誰かに配るのもいいし自分で食べるのもいいよね。どうするか、サイロに干し草あるかな。これ冬持たないかもしれないけど牧草育てられてないからな。温室で牧草とか育てた方が良かったかね。そうか、ここはここで別に普通に畑として使えばいいんだな。育ってるね。でもね、それもいいよね。なんか適当にね、植えて適当に育てるのも悪くないだろうな。ビーツとか永遠に植えてりゃいいのか、あそこで。で、ビーツを植えておくと。なるほど、冬の収入も安定ですわい。これはいいアイディアだな。よし、奥さん落ち着かなくておやすみなさい。収入が少なーい大丈夫かいこれ。オッケー。さあ、冬の3日目が始まりました。今日も元気にやってまいりましょう。天気予報は明日晴れた1日。占いは苛立っている。妻は私たちはどうやって冬を乗り切るのかしら。ああ、言わなくても大丈夫よ、あなたの判断を信じてるから。あれ、ちょっと収入が少ないからあれだね、妻が怯えてるね。この冬平気かみたいな、暖炉に火は灯ってるかみたいになってるね。大丈夫だろう、思うけどな。どうかな、確かに俺剣買っちゃったのバレてるな多分な。あいつ2万5000出して剣買ったぞってちょっと呆れられてるかもしれない。確かにそうだな、収入がねえっつってんのにやべえやべえ、
大丈夫だってとこ見せないと妻に。大丈夫だぞ、今だけだから。そのうちいろいろなってあれだから、ハッピーな暮らしになるから、ちょっと待っててくれ妻よ。やればできるから、明日からちゃんとやるから。あ、ヒーター台がねえな、ヒーター台がねえな。あれ、ヒーターって2000円ぐらいした気がするな。そういえばやべえ、お金作んなきゃ。すぐにお金を作る方法はあるんですよ。いらない装備を売ればすぐに買い取ってくれるから、それでちょっとヒーター代をとりあえず貯めまして、ヒーターを買いましょう。サーマルブーツとかも売れるかな。なんか冬っぽい帽子、古き良きキャップとかどうかな。あー、ちょっと地味だな。もうちょっとなんかサウスウェスターにする。よし、これにしよう。これでしばらくは慣れねえな。赤はーい、あった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 。よし、これでこれを売ればちょっとはお金になるから、それでヒーターを買おう。こりゃこんなやり方してたら妻も大丈夫かと思うわな。ギリギリの戦いしてるもんね。一日の生活費とかかかるゲームじゃなくてよかったな。でもな、それだったらもう飢えてるよね。買い取ってくれー。50円、150円、100円、150円、150円、100円、150円。ほら、お金になったね。ちゃんとお金になるんだから。ではこれで、ヒーターを買いに行きましょう。寒さをしのぐためのね。お、こういうのもお金になるな。イエティの涙を傷んでいる頭に塗りつけるため必要です。ナルハヤで持ってきてください、ケント。ケント、お前ナルハヤって言葉使うなよ。イエティの涙、頭痛に効くのか。そもそもイエティの涙ってなんだって話だけどね。この世界ではイエティがいいのかな。お、また魔男してやがったな。あれ、なんだよ、お店全然開かないねこの人。4時で終わり？そんなことねえと思うけどな。こういうのもね、お金になるからね、拾っといてね。はい、イエティの涙。こんにちは、テッド。これ頼んでたイエティの涙、本当にありがとう。キャラクター違くない？これが約束の報酬です。ほら、お金もらえるもの。オッケーオッケー。こうやってね、ちょっとずつ稼げていくから。あ、妻ご帰宅ですか？そっちから帰るんですか？なるほど、これも出荷してね。そうするとお金になるんだな。お金になるんだな。うん、ちょっと家の整理しようかね。この辺とか、とりあえずこの骸骨系は全部ここやっちゃいましょうね。あ、妻帰ってきた。今直してますからね、骸骨系を。まあとりあえずこんなもんでいいかな。あ、奥さんお帰りなさい。こんばんは。今日もいい一日だったわ。あなたはどうだった？また落ち着かなかったか。よしよし。これ何なんだろう、これ。腐った植物。やべ、妻の部屋腐らせたもの置いてた。もこもこはここに。お、寝ますか？じゃあ僕も寝ようかな。おやすみなさい。うん、ほら、頑張っていろいろ売れば稼ぎになるから大丈夫だから。
こうやってればね乗り越えていけるんだよ。よし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 。あ、飾り用の骨結構いい額になるんだな。オッケー。